あげキングこんばんは。よかった、覚えてるよ、ちゃんと忘れていないよ。お星様ありがとう。今日はライブ、朝レッスンをしてライブ2本でした。てテレヤホルに、よいしょ。早い、朝から一日が早い。忘れてるかと。忘れてないよ、覚えてるよ。朝レッスンよ。いなかったな、きっといたはず。ゲットしてたら遅刻癖改善します。時間見て、ちゃんと出演時間見てね。でも会えるだけ嬉しいけどね。ありがとう。今日も木本さんこんばんざーい。イエイ。明日もライブだからね。入れ違い悪かったね、トヨタがね。絶対いてほしかったよ。岸さんこんばんざい。風呂入るんで、あ、さて終わるまでやっているでしょうか。果たしていかに。なおくんこんばんざい、こんばんざい、どうも。寒い、相変わらず私の部屋は寒いです。最近万歳とかぶらないな。また来てほしいな、見に来て。また会う、こんばんざい。イエイ。なあしゅんこんばんざい。あれあれ、こんばんざい。ライブオーツでした、ありがとう。さあ今日は新宿アルタキースタジオからの大手町三井ホールの日本ライブでした。朝レッスン、新宿、大手町3本映画見てたんだけど。何見たんですか。最近これだね、私配信スタイル。少しでも可愛い、可愛い感出す。みおさん、今日お友達とライブ行って、お友達がちあちゃん見て可愛いって騒いで、あ、わかった、みおちゃんだ。あなたはみおちゃんだね。まいかちゃん推しでしょ。ありがとうって言っといてよ、友達に。たぶんじいちゃんばばやほ、たぶん聖地伝えば前はね、よくやってたけどね。ゆうきちゃん、じいちゃんやほー、ハッピーバースデイデイ。あ、ハッピーバースデイ2ってことね。ハッピーバースデイデイかと思っちゃった。いつもかわいい、てれてれ。牛、これそう、牛だよ。牛年だからね。そういうわけではないけど、牛年だからね。そうなん？そうだよ、昔はよくライブ一緒だったし、長野遠征とかね、コマちゃんと仲良しだと思う、テレチさん。みおちゃん、そうです。してくれてる。エンタバキバだよね。一番最初？最初なのかわかんないけど。違うかな？バースじゃなくて、あ、ですね。もう今日、ふみの誕生日だから、もう全てがハッピーバースデーかと思った。ですでね。ごめんって、しっかり読んでないのバレてる？
もしかしてまあなんとなくでさ、こう殺人鬼に殺される誕生日がループ、え、何それ、ちょっと怖いけどちょっと面白そうちょっと怖、ちょっと思う。覚えてくれ、覚えてる、すごい可愛い子が並んでるなって思ってたよ。エンタブだよね、そうだよね、舞妓ちゃん推しの今日制服着てたよね。あれの最初覚えてるよ、もちろんもちろん。もりもり可愛い、あ、もりもりは引用リツイートの引用リツイートの引用リツイート、それはそうボット、もりもりはそれはそうボットです。ジャンルで言うと SF サスペンスホラーコメディ、ジャンルのすごいのよ、ジャンルがギュギュッと、うちだけにね。怖いのは嫌いだけどホラーはちょっとな、ジャンルだなジャンルがな、そりゃそうな人ですそりゃそうな人うん、そりゃそうな人、コミケだよ、シュシュコミケ、ビレバンも来てくれたしさ、リリースイベント3月会いに行けたらまた、お、まゆかちゃんともどもお待ちしております。面白い不意にね、頭すぐ出てくるからね、そういうのが。はあ、はう、じゅ誰にこのハートなの何、じわっちゃうんだけど。お、正解覚えてるよ、ちゃんと。幽霊が怖いなんて、幽霊が怖い、そう怖いよ、怖いでしょ、実際怖いでしょ、よく人間の方が怖いって言うけどさ、まあそれはそうだけどさ、目に見えないものも怖いよ待ち受けにしましたね、珍しく変えたんじゃない、珍しく変えたでしょ、待ち受け、どうせすぐ変えるんでしょ、知ってるよ私はネオさんこんばんは、こんばんじゃい、ありがとう、ありがとうまげ、ありがとうまげ、ちょっと待ってね、うん、顔強すぎ、あなた写真だからだよ光を探してさ写真だからさ、持ってるよね持ってるよね、配信と全然違うよ元気元気だよ 100%。 怖いのがいいならくらい、何、なんとか水の底からでも見てよ、何、怖いの嫌だよ。ラビタン可愛いですね、こんばんは、朝から一日ありがとうございました。ジーゾーコもシーゾーコンバイチャイタロシュン可愛い、 F かわ F レオさんこんばんは、ありがとう。シャングリラ、そうシャングリラはあの、そう今日の MC は頭の、そうシャングリラって自分で言えたのは分かってるんだけど、でも自分でシャングリラって言ったの
行ったけど頭の中にはガーデンって出てきちゃったの。下北沢ガーデンっていうのが頭の中に出てきたけど、自分で言った言葉はシャングリラだったから、あれ言えたみたいななって、頭の中に、頭の中がやばいガーデンが出てきたって思ってでも口に出したのはシャングリラだったから、あのなんか変な感じになったセイリュウ、セイリュウ今日も来てくれた、ありがとう。チョコユ食べたいでしょ。あたたたたあたたあたたた、ズッキュン。やっぱそういうこと、そうだから言えたと思って、ちゃんと言えた。だからなんかすごいびっくりマークで言った人みたいになったよね最近 MC 不調かもしれないシャングリラってどういう意味か知ってる？シャングリラタララララタタタララララ分かんない。シャングリラそう、自分でもねちょっと不思議になった。あれは深尾、お遊園地、遊林地遊園地、遊林地、遊園地で遊林地ふいさま、ありがとう。シャングリラってね、ジムさ、それしか言ってこないちょっとムッチーさんか、誰の歌か分かんなかったけどあ、ほいさまありがとうと思った、そっちで歌ってたタイミングがねよかったねあ、待って、足つりそう。今日もね、物販終わりに足がつった。うわ、入っていく。お、イテラっぽい。マリマリ、シャングリラ理想郷ってことらしいよね。ジダさんに会えるところはシャングリラだねってことだねそういうこと、それはそう、それはそう。シャングリラはイギリスの作家ジェームズ・ヒルトンが長いな、失われた地平線、あ、ユートピアなんだ、シャングリラって。いいね、ユートピアはなんかいいね。ロク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 キュン。これは牛。もう行き合うじゃん、結婚する。ねー、アイリちゃん、アイリちゃんいるか遊園地です。待って、遊林地ね、遊林地ね、待ってる。みさまありがとう。69日ってことは明日で70日ってことだね。おもしれ、最近おもしれでしょ。何しよう、ゆずパパヤッホー聞こえる？こっちに質がついてる。かわいい、ほんとに？面白いってコメントしたときは真顔だよ。知ってる？どんなコメントを打ってるときもどうせ真顔なんでしょ？
ってことは、じいちゃん公認でアイリと結婚していいってこと、じいとアイリが結婚するかもしれん。じいアイリ、ふいさんもありがとう。もしかしたら、最近早起き続いてるからさ、眠たい。クースタン、チータン、こんばんざい、こんばんざーい。まさかの展開、そうだよ絶対ない。あなたじゃ私を笑わせることはできるよ、ベルベルベルって言ったら。初見です、こんばんざーい、どうも。バンダイジャパンの公式でもいましたよね、今日。ゆうみちゃん推しの人でしょ、違うかしら。きっとそうだと思う。クローズ違うかな、違ったらごめんたい。いました、その人です。だよね、孫むつかヘラヘラして、絶対ヘラヘラしてニヤニヤしてんでしょ。知ってるんだから。セリュウ、耳生えてる、かわいい。もう牛だからね、牛年だからね。かわいくてもう困っちゃう。牛ってね、ダジャレにねぴったりだよ。何でもできる。ありがとう牛よ。牛にこれじりさ、最初買った時は牛って思わず買ったからさ、牛って知った時はさショックだったよ少しだから牛年がやってきたからね、ちょうどいいんだよ。ライブの時も配信の時も笑顔で、ライブの時エコエコ笑顔だよ。正解、桜の季節になりそうで、だいぶ期待、期待に胸を膨らませて楽しみにしてるね。ありがとうね。ここ耳塞いでるからみんなの声聞こえない。ユアキング、こんばんは。セクシーべっぴんさん、うんま、セクシーべっぴんさんだったよね、私の挨拶。営業スマイルなの、スマイルでないんじゃないの。ピエピエ、私動物にたくさんなれるから。ダンブになる。やっほーライブ通よ、ありがとうお風呂入ってたトリップボスとこです。よかったね、ジジちゃんが15分だっても配信を切らなくて推しからお礼に行ってくると言ったら許可もらえたので来ました。私何かした多分お礼言われるようなこと何もしていないと思うけど大丈夫かな。かメンバー違いとか、私多分何もしてないよ。耳塞いだから何も聞こえない。ありがとうございます、どういたしまして、どういたしまして。細かいことは気にせず、なるほどね、ちっちゃいことは気にせず、なぜ若ちこ若ちこタイプの人ね、あなた。ピンクキラキラ強い、今日はピンクメイク。伝わるかしら。今この瞬間でスクショしたらキッズ時代の白目が取れるよ。
そろそろ映画が再開してもいいですよ。どうせ気づいたら配信終わってるんで。フェイスシールドないから、そう、私さ、耳遠いんですよ。してる人いるかな？私耳が遠いんですけど、すごく。耳が遠くて、プラス今マスクとフェイスシールドとか、なんか、マスクと透明のフィルターとかあると、本当に聞こえないの。でも私耳が悪いから許して。多分みんなってね、会話成立してない物販の時。茨城県のタクシーやってます、シオンです。よろしくどうぞ。千葉県のアイドルやってます。よろしくどうぞ。続き。目が合って照れる？目が合う？これ。目の色綺麗よね。ピンク。あの黒ボディースーツは、もう着ないから安心して。映画あと1時間以上あるの終わってまだやってたわけ。それはそう。それは絶対やってない。100%。俺も聞こえんかったか、お互い、って楽しく聞こえてなかった？大丈夫、ジリすっごい聞こえなかった。俺もよく聞こえてない。そう。私耳遠いからさ。まあね。それも思い出ということで。声じゃなくて心で会話してるからきっと通じてる？大丈夫そう？そういうことにしとこう。通じてるということにしましょう。本当に耳遠いから、ただでさえ耳遠いのにさ、あんなね止めなあったらね。それゆうでシャーが早い早いそう、はぁすごい何分までやるか分かんないけどね。とりあえず全く震えてないの。そう、全然余裕だった。余裕の余地はいかってやったよ。ごめんね、なんだかなんだかごめんね。話噛み合わないことないから多分、本当にちょっと待ってね。じゃあ安心だわ。私たまに多分噛み合ってない時全然あると思う。しょうがないな。ジンジャーエールだね。一緒だね。おじさんも悪いので会話しないかも。一緒だね。じゃあおじさんおばさんということにしとこ。なんだか一生反抗期っぽい。まあね、そういう時もあるよね。実はこれが反抗期じゃないパターンもあるよ。これが本当だよ。いつもよく聞こえないからインスピレーションで返事してる。明日もインスピレーションかもね。なんか大事なことあったらそれだけ伝えて。ちょっと聞こえないかもしれないからね、私の耳。まあ今はさ、仕方がないよね。そりゃ好き。あ、よかった。そう、こんな、本当はこんな感じだからね。ないの？あってよ、それは。テレパシーで会話、そう。テレパシーして。そしたら通じるから。よろしくどうぞ。まあ、基本ね、あまりにもさやばくない限りは聞こえるからね。そもそも話すことあんまないよね。あれ、そう？そうかな。そんなことある？単身だけじゃない？ないの？トム、いつも可愛いって脳内に直接送ってる。あれ、ビンビンに送ってください。まあ、トムは知ってる。くさくさくさだって。くさちゃうわ。今も音マックスで聞いて、あ！鼓膜破れた？あ、何？
あった？話すこと。なんで話すことないのか分かった？何？毎日配信で話してるから？もしかして。そう言いたい、そう言いたいんでしょ。違った。違うんかい。それもあるかも。でも何でもいいんだよ。今日はカレーを食べました。でもトメさん、あ、キレラジちゃん、こんばんざい、こんばんざい。ケンケン、毎回デレデレして話したいことの 10% も。なんかケンケンさ、して、言ってるじゃん。デレデレしちゃうって。でもそんな、あんまね、感じないよ。ジリア。もっとデレデレかなーと思ったよ。意外に、なんかシュンってしてるよ。配信来るな無理でしょ。今日はハンバーグを、そう、たそんなんでいいの。ハンバーグを食べましたって言って、何って、何ハンバーグって、最初はグーって、それはじゃんけんだよってね。ラジラちゃん面白いね、楽しいねなるでしょえ、だって、ミスボン。ジリアの中じゃ割とね、あれだよ。そんなに崩れてるイメージないよ。もっといいよ、別にダラダラなっても。今日の日はバーミヤンで腹いっぱい食べました。いいね。無理って何？無理でしょ？ちえちゃん面白い、手打ちうどん。こねこね。まあね。みんなを笑わせる。みんなを笑わせる天才直接顔を見るとジリアさんとしか呼べない僕は意気地なしです。頑張れ頑張れよ、応援してるぞよ。わらわは応援してるぞよ。でも多分直接会うと結構愛理ちゃん好きって感じじゃない中毒みたいな扱いじゃん。でしょ。明日話すことない、理由話すわ、オッケー。絶対それ忘れるでしょ。崩れたら煮込み？いや違う、言いたいこと消えた。何何？声から良きでした。あ、そう、今日さ、ライブでは初めてのメイさん9人バージョンのシンポジやりました。ちょっとなんかくっつけちゃった。どうでした？重要だから耳かぶじっといて。え、じゃあ明日これでやったらいい。このぐらい耳がでかかったら話聞き取れるでしょ。耳がでかくなっちゃった話したいこと考えて言っても忘れるのでね。タトロさんはそこにいるだけでほわほわで和まれるからいいのよ。そりゃアイリは特別でしょ。知ってます。チャーハンと麻婆のセットとポテト、ポテカラと餃子で。おう、めっちゃ食べてる。いいね。なんか言おうとした、あ、ジリアの最初はグーで太るんだっていうことね。最初はグーって思ったらそこのあなた、正解はクリームパンでした。アイリーへの気持ちは溢れて抑えられません。知ってますケンケン一人表情じゃないのかな、仕事柄かも。いいですよ、もっとニヨニヨってして。これで本当に俺が配信来なくなったらウケるね。それはウケウケピーマン来るでしょ。ところでいいヤギ耳ですね。いいえ、牛です。断じて違います。牛です。牛が笑った。うっしっし。はあ、眠くなってきた。
今何時？9時37分なんか大丈夫今日。今日ジリア大丈夫？変なことばっか言ってる。いつも通りだけどね。面白い。真顔でしょ？知ってるよ真顔でしょ？ちょっと待ってね。ちょっと牛になる？頑張って転生してきて。いつもじゃん。そりゃそう。大丈夫。面白いでしょ？で、あれ？ちょっと今何分から配信したのかなと思って。あ、まだ34分しか経ってないの？あれ？おかしいなぁ。ケンケン！エールデリバリー激しくて、今日ラップ担当だったのでね。やっぱラッパーとしてさ、ツリアは。よー、よー、よー。ラッパーだからさ、バチバチにね、決めてった。かっこよかったですか？今日のラップはね、イケイケラッパー、かっこよく決めた。帽子こう、反対にかぶっちゃう、ラッパー。イエー。一面が何にしても温かい目で見守るから、あ、よかった。そうして見守っといて。こうして話しながらあくびをしていてもね。温かく例外あるアロンかい。そう、でも今日もね、今日エールデリバリーのラップポジションね、割と久々だった。久々にやったよ。最近違うポジションに入ることが多かった。そう、イエイエ、ラッパージリちゃん。うーん、今日は1本目、キースタジオのライブでは声枯れるまでで爆イケジリアちゃんになって、あのかっこいい目、2本目はエールデリバリーでかっこいい目なった。俺心広いからまるでオアシスのようにね。リトパパエルデンのラップ前回のムーマッチョそれはジュリマちょっとね頭よぎったよ。また転ぶのか。大丈夫だった無傷。そうそう。オアシスのね、あんた。マリマリ。お披露目の時は、そう、お披露目は私2番ラップ担当なんですよ。イェーイ。ぶっかまーせ。で、ラップ担当やってるから。今入れるポジションは、ラップと、メイさんの位置の場所と、あれ。なんだっけ。もう今届けるぜの人、サビセンターで踊ってる人と落ちサビ前半、誰もが理想へゴインゴインの場所やってた。やってるじゃない、3個だよ。ちょっと待って。だから最近は、最近とか一番最近やったのはワンマンのおつさび前半かも。タロちゃんこんばんみ、イエーイ、ヤホータロさん君のことなど興味ない、ちゃちゃん、人間に腕噛まれて後になっても許すんだから心広すぎんか。ジジラップやったよ、クレラップ。カシマさんこんばんざい、こんばんざい、痛っ、山めこんばんざい。
最近はさライブ2本でもさ8時までしかできないからさ、こうやって帰りがさ少し早く帰れると早い時間に配信できるからいいね。おかげで私少し早く寝てます。クレラップ、サランラップの方ね。クレラップってわかる？近いよ。すいません、なんでもすごいよね。逆にそこへのさ反応の速さレベチ、いいことだ。そう、早めに寝てる、そして早めに起きてる。クヨコタンこんばんざい。遅いじゃない、クレラッププレゼントだ。ゆみちゃんだ、クレラップゆみちゃん。健康的よきね、たくさん寝て。あ、今明日もさ、そう割と早起きかもしれない。今日よりは早起きじゃない、今日は朝レッスンだったから早起きだった。何時に起きたかというと7時ぐらい。タロちゃん、今日のジェアちゃん本当よかったらね、嬉しかった。今日初褒め褒めされた、初褒められ。でも今日のね、ちゃんと分かってくれて嬉しかった。こういうことおやすみ、寝ないでください。まだ寝ちゃダメ。トモくんさんからのさ、LINE ちゃんと来てたんだと思って。シンゴさん、うまい。おいちいね。明日もライブ2本。ここは日本ハウス体操第一。ちゃんちゃかちゃん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 、トイレ行ってきていい？いいよ、好きな時に行きなさい。お風呂入ってもいいですよ、お布団に入ってもいいですよ。私の配信はね、じっくり聞くものでもないよ。ぽよーんとね、見てるのが多分ちょうどいいぐらい。よかった、唐突だから状況が分からなかったよ。いつも、違う、見かけると本当にその話しかしてない。なんか今日ごめんねって言って。ここ隠したってか、これは本名なのか、何なのかってね、憶測こうやって考えてたよ。タオちゃん、褒めるのが得意なのでたくさん褒めるよ。ジェイちゃんいいとこいっぱいあるなんて、本当に褒めるのが得意なんていい人だ、いっぱい褒め褒めして。羊の名前考えよう。考えようよ。行ってきた、早くね。トイレに住んでいるあなた、トイレの神様。そこはトイレに、トイレ、あ、確かにやっちまった、やっちまった。そうだね、一本やられた。そうでした。その手があったのね。痛い。無断でいたら何されるかわからん。何にもしないよ、何にもしない。すっごい今日、すごい今日もあくびが出る。CD 名前つけて、今いいの、ジレがつけていいの。何、大事じゃないそれ。何、何ちゃんがいるの、何おくんたちがいるの。ちょっと待って。あ、待って、明日も暖かいんだっけ。そうだそうだ、今日すごく暖かかったよね。天気を見たい、急に天気調べる。天気天気、
今日は暖かかった、暖かかった。明日も暖かいんだっけ。最高すぎるんですけど。でも花粉症だからさ、明日20度超え、どひゃー、どガラガラガラガシャン、最高だね。花粉、やそう花粉症だからさ、ちょっと暖かく、暖かくなったらさ、ちょっと困るんだけど、早く寒いの私。明日最高にね、やばいね、それは最高、最高だけど花粉は困る、花粉は困っちゃうな。でも早く春が来てほしい。寒いのも嫌いだからね。他の数が迷子じゃん。暖かって言いながらあれになるんだよ、なんとか。あたた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 かい。今日は何日でしたっけ。レイレ今日な、あそういうことね。うーん、レイジャスパラメイキューハッピーアーモンでしょ。桜の季節はよ、暖かくなって花粉症、花粉がない時期がいい。北斗の基礎、暖かいねって言いながら北斗の拳になるという遊び。たくさん殴ってくれるんか。障害罪。夏じゃん、夏はカカ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 夏ビキニ。夏はね、暑いから冬と夏が秋がいい。冬は寒いし夏は暑いけど、冬よりは夏の方がいい。本当に寒いの苦手、私末端冷え性だからさちょっと本当冬がね、冬生まれなんだけど、12月という冬に生まれたけども、寒いのが苦手。そう、秋がいい、食欲の秋、秋が一番いいよ。秋しか残ってないけど、そう秋がちょうどいい、なんかそう秋ね、短いよね。なんでなんだろうね、なんか最近地球おかしいしね。そもそも2月でこれだけ暑いと14度だらけ、両方なんか11月はすごい寒かった気がする。今年、去年がなんかね、温暖化がね進んでるからさ、地球が心配よ。最近はね、地球がどん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 おかしくなってる、困ってるね。あと最近前髪伸びましたよね。やっぱり私前髪伸びたし、髪の毛を黒く染めたのにもう茶色い。ポイント、オールシーズン対応型、強っ、いいじゃん、生きていけるじゃん。チリダメ、割と暑い、暑いのもダメだし寒いのもダメだし全然対応できない。茶色いよね、早いよね前髪、偉い。そうちょっとずつ伸びてきたけどさ、割とパッツンにしちゃったからさ、前回切った時が結構時間かかってる気がする。今回困った、ケープで、そうケープでキープしてる毎日前髪。多分俺世界最後の日まで、え、でもねそういう映画をよくあるじゃん、地球最後のなんかとかさ、宇宙人が侵略してきたと。ジランもさ多分生き残れる自信あるんだよねああいうの見てる時。ちなみに梅雨時はどうですか。梅雨は生きていけない、私ほんと酸素体に取り込めない人なので梅雨は
あの苦しくて生きていけない、本当に嫌い、呼吸ができなくなっちゃうの。酸素ボンベとお友達よ、持ってないけど。梅雨はね、家にいる分の雨はいいけどさ、外を出るってなった時の雨ってさ、本当嫌よね。もう1時間経ったから、何時からやったか、本日の配信4分、あと10分、あと10分で1時間だよ。今日も1時間配信。ジリアはおじさんより長く生きるから、これからの問題なんかは心配。わかんないよ、ジリアだっていつぽっくり行くか。だから毎日をね、楽しく生きてるよ。宇宙人が攻めてきたら真っ先にやられる。ああ、そっちタイプね。なんか自分でなんとなくわかるよね。じゃあ多分意外に生き残るんだよね。おすすめの世界滅亡映画教えて。あれが好き。ちょっと待って。題名が出てこない。なんだっけ。ちょっと待ってね。あれ、有名なやつ。なんだっけな。一回調べていい？なんだっけ、有名なやつ、超有名なやつ。あ、宇宙戦争、宇宙戦争好き、超有名なやつ。これ何回も見た。これ面白いよね。ケケ、ぽっくり行かないで。生きる。安心して。どんな話？これこれこれ。多分地味な、あ、生き残れないタイプね。あー、そう、これ。お仕事に出かけるの落ちます。ありがとう、ヨーキング。これ面白いよね。エイリアンみたいのが襲ってくるやつ、このハラハラする感じ、これ好き。これとあと何かな、結構なんかあったっけ。アイドルの口からポックリいくって初めて聞いた。元気、長生きするよ。私健康だからね、すごく風邪ひかないし熱も出ないし体を崩さないで有名よ。自分の中でインフルエンザに一回もかかったことないからね、生まれて26年間。変、インフルエンザかかったことないし骨折したこともないし、なんだろう、ない。デイアフターとも、え、なんだっけそれ、インデ、え、ね、両方、え、なんだっけ、なんだっけ、2012は分からない、な、え、なんだっけ。え、しかも宇宙戦争ってトム・クルーズさんでしょ。あ、ジリね、分かんなくなるんだよね、俳優さん海外。健康的、え、そう、本当に私体を崩さない、壊せない、体を壊さない代わりに年に1回病気にかかるという持ち主。トムだね、だって友達かい。自分は倍くらい生きてるけどインフル、え、やば、無理無理、先輩じゃん、インフルエンザかかってない。そう、ジラも1回もかかったことないから元気。なんか基本体調を崩さない、田舎の子だから、本当に病気になるぐらい、1年に1回倒れるぐらいで、
あとはずっと元気だから自分に感謝。骨折はないんだけど怪我が結構あるの。あー、大きな怪我もじりないかな。毎日転ぶぐらい。日々転ぶから大きなものはしない。毎年インフルの検査する。熱出すけどインフルになったこと。あー、じりインフルの時期に体調崩したこともない。あ、一昨年ぐらい、一昨年インフルの時期に体調崩して、あー、人生初のインフルエンザだと思ったら盲腸で入院だったぐらいかな。自転車刺さったりかあ、でもそういうのはあるかも。ジリアンもそういうなんかちっちゃな事故はあるけど、特に大きな何かないかな。入院したのも盲腸になった時だけだし、本当に元気。骨折入院手術歴あります。元気だから、元気が取り柄みたいなもんだよね。健康な人、健康が取り柄の人。入院はやめとけ。もう盲腸の時しんどかったもん。ジュリ、人生で一番痛かったこと何ですかって言われたら盲腸ですって言うぐらいにもうしんどかった。あれは痛かった。ずっと痛かった。もうあれ耐えられなかった。盲腸ワンマンライブ出られなかったし、盲腸のせいで。あ、違うわ、それは風疹だ。風疹でワンマン出られなくなったりとか、そういうことはあるかもしれない。ケンケン、去年12月に12年ぶり死ぬかと思った。12年ぶりはいやね、元気があればそう何でもできる。愛梨ちゃんのインスタ見てね。入院は病気で一回で、意外にみんな健康だね。盲腸はもう超痛かった。本当に、でも本当に痛かった。人生でこんなに痛いことはないっていうぐらい痛くて、眠れないしなんかそのなんかホテルから恐竜の鳴き声みたいなのがするの、夜になると。あのなんかなんだろう、恐竜の鳴き声もさ聞いたことはないけども、すごい恐竜の鳴き声みたいなのが夜中にしてきて、へえと思って怖かったし、あのライブに出られないのが一番しんどくて、毎日ライブに出たいって布団の上で泣いて、なんかもう美味しくもないご飯を食べて生きてた。膝の靭帯1ヶ月はきつい。マジそう、もうちょい痛い。おじさん老化が進んできてます。ライブに来て健康体になろう。恐竜がいる病院は難しいね。いや本当に恐竜の鳴き声みたいなのがするのよ。何だったんだろう。ケンケン入院骨折したこと、あ、健康だ。もうちゃんの時ってしてるような、してるんじゃない、あの時年末です、多分。恐竜いたのかな、いたのかな病院に。でも本当にあのもうやだ。しかもさ、インフルエンザだと思って病院行ったから、あのそのまま即入院だったの。家に帰れないで、え、何にも持ってきてないよ、入院です。で手術して、怖いことは脳神経外科2週間。え、マジンガー Z？ それ何よりも やばいじゃん。生きててくれてよかったよ。ありがとう、生きててくれて。急性膵炎で半年マジ、みんなよかった、元気で。代官山ライブハウスでインフル、そう
表参道グラウンド忘れもしない。私表参道グラウンドの空気が苦しいことは苦しくて本当に苦手なの。内緒ね。本当に私あのなんか持病、まあ持病みたいのもあるんですけど、本当にあの酸素を体に飛び込めない体なんですよ。なんか表参道グラウンドというねライブハウスが本当に苦手。軽い？軽くないよ。本当に生きててくれてありがとう。うん。おじいさんもおはよう。おはよう。こんばんざい。辛そうだったから大丈夫って声かけたら塩対応されたの。草。塩対応だって。そんなことないよ。キースタでも息苦しい時あった。でもどこの会場でもね息苦しい。え、キースタジアムね人が満帆とかになると結構息苦しい。どこの会場でもそう。結構ね息苦しいとこは息苦しい。一番奥で物販した時。一番奥ってどこだ？どこの奥だ？これから現場はセリフデッキにしますから。なんで？なんで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 推しメンと息苦しいポーズ死んじゃうじゃん。うでもね会場によってあるよね。アダムこんにちは。アダムハロー。何時だそっちは。時差あるよね。ハローアダム久しぶりだね。換気タイマー、それはそう、本当に。写メをいじり回して、ツイッターに、あ待って、見てないかな、ジュリア、まだ。最近は換気してるから、そういうのないね。え、でも場所によって、多分全然ある。場所によっては全然ある。最近は大丈夫だけど、そういう時もあるよね。あ、配信から1時間が経ちましたよ。きっと。アダム、ショールームを見て久しぶりです。ごめんなさい。ありがとう、アダム。Thank you。また会いたいわ。最近1時間やること多いね。ね。偉い。えらい。必要以上に肌が綺麗になった。うん、こうやって見てるからじゃない？こう見てるから。まだ配信続いてた。そう、終わるよ、今。終わるよ。ロング配信、そう。ロング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 アゴー。えらーいでしょ？えらい。あ、写メがってこと？あ、か、あれ？あれをしてくれたから隠したってことね。でしょ？え、だってそう、もう配信終わるよ。今日の配信ありがとうございましたのタイムだよ。じゃあ明日からまた仕事頑張って。日曜日だけども。終わる終わる詐欺。そう、それはそう。たくまちらちゃんや、今日も美しいわね。 Thank you。 おいちそう、終わる4、終わる4、5、6、7、8、9、10。
まだお疲れ様でした、ありがとう。おやすみ。終わっちゃうの終わっちゃう。今来たとこ、今来たばっかり。映画鈴木、そうだよ。おうちさん、ありがとう。まりまりお疲れ様でした、おやすみ。これ撮ったら2つ結びしている、この配信。ちょっと待って、二名制ね。この長さのツインテール本当に似合わなくて嫌になっちゃう。私1年前まで平気でツインテールしてたのが本当に信じられないの、自分で。これだったらもうさ、小学生みたい。残業配信残業。タートさん、おやすみ。もうジェモ何ミーって何。ハイキング、おやすみ。シンコさん、お疲れ様みたい。そう、こうやってしたら高校生ぐらい。でこっち見たらまた違う人。全然雰囲気違うでしょ。髪はね、うん、そうだね、そうだよ、そうですよ。この長さのツインテール本当に子供にしか見えない。ほら、こうやってやったら、萌え、残業数です。ゆっくり休んでね、ありがとう、ありがひ。かわいい、こうやってこういう人いるでしょ。しんど。かわいい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 。全然雰囲気違うでしょ。髪型って大事だよ。幼くなる。あくびをしちゃったよ。もうここまで来ると可愛いを言わせてる人になってるからね、ジリア。今可愛いってどうして急に固まる。それはそう、それはそうすぎる。これさ、でもさ、こうやってさ、こうやったらさ、いや、いけるよ。初めてさ、待って、ゴムが立ち上がらなきゃないよ。最悪。くやこたん、まあまあ可愛い。好きでしょ？知ってるんだから。好きでしょ？まあまあと隠されてしまった。こうしたらさ、ほら、しょ、やば。いるでしょ、こんな。今から最高にぶりっ子になれるよ。ぶりっ子タイム。こうやってほら、こんなんいるよね。なんか低いけどいい位置いてる。まだちょっと銭湯行ってきました。おかえり。めっちゃ幼く見えるよね。ちょっと厳しい。うん、そう、実際ジラが厳しい。こんな
無理すぎる。私がメンタル持たない、これは。ちなみにこんなの無理だ。全然いける。この長さで何ができるんだろうっていう。たまには最近さ、結ぶって言ってもさ、ポニーテールしかできないの。ポニーテールかハーフツインしかできないからね、この長さ。残念ながら結べないの。来ちゃったからね。チャイナ。前はさ、髪の毛がさ長かったからさ、割と何でもできたけどさ、オーマイガー、チャイナ。これチャイナに入る？髪なかなか切らないな。今ちょっと伸ばしてるかも。すずちゃん、こうす。やっほー。ポイントあるとき教えてください。ポイント。いつでしょう。気まぐれさんだからね。ナイスチャイナ。オーマイガー、そうじ、すぐオーマイガー言っちゃう。口癖、アイムソーリーとオーマイガーって言っちゃう。ふぐたん、そこそこがいい？もう、アイニー。そこそこ、どっち派？強い？でも、仮面、これちょっとさすがになんか、アレンジは自由自在よ。ユキ？羊みたい、こうやって見ると。ほら。羊みたいじゃない？シープ。あとはもうできない。多分。三つ編みしたらね、ほうきみたいになっちゃう、さすがにこの長さ。ほら、もう出てきちゃうもん、短いから。何これ、もうなんか三粒ぐらい見えてる、これ。見えてますか？あと何があるかな。反対。ちょっと待って、ゴムが、細いゴムがいいな。小さいゴムがない。かこた、なんて読むの、なんて読むかわかんない、なんて読むかわかんないけど意味はわかるよ多分。すごいよね、できんの。わかったよってことでしょ、了解ってことでしょ。なんて読むの、わかったよ、
雪だるま作ろうでしょ。わかったよ。すごいよね、できんの。すごい。昭和。昭和のお騒ぎ。終わるんじゃなくて、それそう、配信終わりますって言ったよ、ジリア。あれ、配信続けとんねん。正解、でしょ？読み方はわからないけど。これよく使ってるし。けって何？けって何？かわいいのけ？かっこいいのけ？お疲れ様でした。配信終わりよーって言ったのにね。なんで急に髪の毛を結び始めたのか、自分でもちょっとあんまり分かってないんですけども。配信を終わりにします。これだ。これを。黒い髪だからわからない。じゃあね、なんか終わりますとか言ってから全然終わらなかったですが、配信終わりにします。髪の毛遊びました。明日は明日は1本目が新宿アルタキンスタジオさんでのライブ、4本目が下北沢シャングリラでライブがあります。日曜日ね、2本ライブあるので、よかったらお待ちしてます。ぜひ、2本目のチケットが本日の23時59分まで、1本目が朝9時。待って、足つる。危なです。なんだっけ、今何まで話した、どこまで行った、今言ったか分かんなくなっちゃったよ。何何言ったか分かんないんですけど。明日の話どこまでした？高校の校則厳しかったからね、女子はみんな、あるあるだよね、女子も厳しかった。で、何どこまで言った？明日は新宿アルタキースタジオでライブね。新宿アルタキースタジオのライブがチケット本日。うん？違うな。新宿アルタキースタジオが明日の朝9時まで。で、2本目の下北沢わかんなくなって。下北沢カルチャーズのチケットが本日の23時59分まで。でした。そう、足。ということは、ヘモグロビン少ないのでは、何ヘモグロビン少ないと足つるの？どうやって摂取したらいいの？私、ほんとすぐ足つるよ。何飲んだらいい？ケチケチ、そう。なので、チケットは、まだあります。わかんなくなって。でも確か、どっちだろう。どちらかのチケットが残りわずか。下北沢ガーデンかな。ガーデンじゃない、また間違えた、シャングリラ。下北沢シャングリラかな。確か、チケットが少な、残りわずかとなって。まあでも、両方ともね、チケットあるので。キスタが23時59分までってとか、ありがとう、見てくれて。ってことは1本目わかんない、1本目の喫茶が23時59分までで、下北が残りわずか、朝9時までです。下北沢のチケットこれで完璧かな。ですので日曜日はぜひ
一緒に過ごしましょうということで、本日の配信終わりにしたいと思います。明日もね、明日1本目の新宿アルトキースタジオが12時55分です。出演下北沢ガーデンが18時55分ぐらいですかね、多分そんぐらいです。12時55分と18時台です。よろしくお願いします。大臣おつありがとう、高木おやすおやすみ、ハゲキングさんおつありがとう、ごいこと、ちょっと待ってが読めないよ、私明日期待してるねってこと、大好きって書いてあるってことでしょ、大好きって書いてあるんだね。これ今日もとても素敵でした、ありがとうね、キンキン、おやすみなさい、あとあくびでちゃう、おやすみ、いきひまたね、ありがとう。あ、18時40分ね、惜しい、18時40分でした。1本目が12時55分から2本目が18時40分です。よろしくお願いします。お日様ありがとう、バイバーイ、おやすみなさい。私はもうあくびが止まらない、お風呂に入って早めに寝ることを目標とする。バイバーイ。お日様ありがとう。